デンバー国際空港はアメリカ合衆国のコロラド州デンバーにある国際空港であるダウンタウンの3 7トル北東に立地しているユナイテッド航空とフロンティア航空のハブ空港である2019年には6901万人の利用がありアメリカの空港では5位だったデンバー国際空港は 当時のデンバー市長だったフェデリコ・エフペーニアが中心となって計画が推進された。1995年に開港し、ステープルトン国際空港を置き換えた。当時はアメリカ合衆国で最も先進的な空港であった。敷地面積13,570ヘクタールは、ダラス・フォートワース国際空港6,936ヘクタール、17,207エーカー。 の約2倍であり、商用空港としては、アメリカ最大である。滑走路は必要に応じて、あと6本、最大12本まで設置できるように設計されている。基礎的なレイアウトは、出発と到着が、ターミナルの異なるレベルにあること以外は、アトランタ国際空港に非常に構造が似ている。交差しない6本の滑走路を持つため、2機同時に、離着陸する光景が見られる。 最も長い滑走路は4877メートルあり、乗客、燃料及び積み荷を満載したジャンボ機が空気の密度が薄くなる火器でも離陸できるようになっている。当初の開港予定日は1993年10月31日であったが、自動で荷物処理システムの開発遅延などによる4回の延期の後1995年2月28日に、 開港となったこの遅延などにより当初17億ドルと見積もられていた建設費は45億ドルにもなった最近のデンバー空港に寄せられる主な苦情は広大な敷地を確保するためにデンバー中心部から離れてしまったことさらに高額な建設費を償還するために航空会社に高い着陸料を課すことによって デンバー空港を発着する便はチケットが非常に高額になることが挙げられる。空港ターミナルビルと搭乗ゲートのあるコンコースビルは独立しており、コンコースは中期場のただ中にある。それぞれのビルは新交通システムによって結ばれており、出入国のシック施設や航空会社の チェックインカウンターなどはほとんどターミナル側に集中して設置されていて、基本的には出発は6階、到着は5階に配置されている。コンコースへのみ、ターミナル6階と歩道橋でも結ばれていて、歩道橋下は小型ジェット旅客機は通過できるように設計されている。3つのミッドフィールドコンコースを持っている。コンコース B デンバー空港駅最新の情報は、 空港公式サイトを参照のこと、RTDA ライン、ユニオン駅方面2016年4月22日、開業、RTD、スカイライド、ルート AF、ダウンタウン方面、2016年4月23日まで、運行ほか6路線を運行ターミナルから、市街地へ通じる道路から見える空港敷地内に青い、馬の像があり、夜間は、目が赤く光り通称。 ブルーマスタングと呼ばれていて、その姿が異様な雰囲気を作っていて、作成時の事故もありいろんな噂がある。また、その他にも空港内にフリーメイソンの記号を記した石板が設置されていたり、ガーゴイルの石像が手荷物検査場に設置されていたり、空港内の壁画にメッセージ性が強いものが常設されていたり、建設にかかった資材、 費用が完成した空港の規模以上など不可解な点が多い空港である。2003年の猛烈な暴風雪では、重量のある雪が冬に雪をいただいたロッキー山脈を連想させるよう、設計された特有の白いファブリックルーフのターミナルに穴を開けるという事故があった。ありがとうございます。